よろしくお願いします。としのみやです。それではですね、本日も FIFA やっていきます。選手キャリアですね。順位表がこんな感じです。いやー、いつもこの順位表映すけど僕邪魔であんまり見えないんだけどね。まあ、こんな感じで、一応まあ、かろうじてわかるか。僕は5位にいまして、まあ1位の浦和レッズとの勝ち点差が変わらず7。まあでも最後、一応、まだ浦和との直接対決残してるので、そこで3埋めれるとして、勝ち点差4。で、まあ他にもその他、なんだっけ。ね、3クラブ。名古屋、鹿島、川崎とね、上にいるんで。で、そこはもう直接対決ないから、ちょっとなんとかなってもらうしかないんだけど。頑張って勝ちたいね。勝っていきたい。優勝したいね。では、まあでも結構連勝してるから、今のところ。まあ頑張ってこの調子を維持していきたいなと思います。さあ、得点に最近絡んでない僕ですが、今日は絡めるでしょうか。頑張っていきます。さあ、もうメンバーは固定ですね。東口からキミヨン、ゴン、ミウラ、オヤマ、ウサミ、ミヤ、入口、エンド、オンチャ、アデミエンソン、パトリックと、いつものメンバーでやっていきます。今日の試合会場の上には気持ちよく晴れ渡った空が広がっています。実況は私西岡明彦、解説には福西隆さんをお迎えしています。やっていきましょう。アウェイですね。湘南ベルマーレと戦っていきます。いやー、ここは本当に、ここはというかもう、やっぱここまで来て可能性あるんだったら優勝したい気はする。正直ね、ちょっと諦めてたんだけど、結構ここはフリーキックです。まあ可能性があるなって感じになってるから、今まだ諦めたくないね。ちょっと一回諦めてたけど頑張りたい。優勝目指していきたいところです。さあ、東口が誰に渡す。さあ、ボール蹴って僕、それは痛い。さあ、やるべきことに集中し、上位のチームにプレッシャーをかけ、優勝を目指しましょう。ナイス。ディフェンダーのインターセプト。はい、入口から宇佐美。宇佐美から。福西さん。チームを支える。どうなる？おっと。今日はどんなゲームになるでしょうか。ごめん、それはちょっと無理だな。エースのプライドがありますからね。さあ、宇佐美からも一度。どうなる？さあ、パトリックに渡して、エンドからパトリック。ごめん、近すぎた。さあ、僕から、パトリック。いいんじゃない？惜しいね。いい形だった。前3人でこう連携取れると、得点につながるような、ね、パスワークが生まれるね。いいよ。アデミューソンから？惜しい。さあ、遠藤が入れていく。まだ僕らのボールだ。三浦、遠藤から三浦。三浦がずっとそこにいるのめっちゃ面白いな。三浦からクロスが上がる、珍しい光景。これはクリアですね。クリアしてるところなのにポジション守れって言われちゃった。よくない？それは。さあ、アデは受けれないか。惜しいね。でも今のところいい形は作れてるんじゃない？僕はポジションですぐ怒られるけど。いやー、ナイス。遠藤から、コンチャ、入口、遠藤、そしてコンチャ、そして僕。どうだ？このパス。このパスから？このパス。ごめん。僕抜けてれば、取れたかな、今。ここはタッチに逃れます。遠藤や。遠藤。から。何かしてきそうですが。そして僕が受ける。ここは。なんかおしゃれなことしたい。ダメだ。おしゃれなことしようとしちゃダメだ。
やー、中川ひろと今のチャンスになりそうだったな。あの位置から直接普通に蹴ろうと思っても左足だったから、おしゃれなコートするしか右で蹴れなかったんだよな多分。オフサイド、少しタイミングが早すぎたか。いやー、青山から、え、何そのパス、大丈夫大丈夫、いや大丈夫じゃないよね、そうだよね、危な。なんかさ、前回か前々回かくらいからさ、やっぱそういうなんかやばいパス、僕ら前回だっけ、宇佐美隆史、なんかアップデートで変な AI の動きになった、わかんないんだよ。チャンスにできるか、よし、いいんじゃない、あー止まらないか、これ前に出します。あ、あるよ、まだここからどうするのか。どうだ、仕掛けてくるのか、ガンバ大阪ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。あるよ、狙える位置です。どうだ、これあるんじゃない、いい位置、いやー後ろに戻すか、どこから攻めるでしょうか。ドリブルで相手を揺さぶります。さすがに弱いよね。右で蹴れるから蹴って前と思ったけど、ダメだった。まだある。まだ海からのボール。時間切れか。いやー、0対0。点が欲しいよ。勝ちたい。でもなんか攻める形はいい形ができてる気がするんだな、なんか意外と。このまま頑張れたら可能性はあると思う。よし。さあ、おしゃれなパスで。パトリックからマリウソン。マリウソンは無理だな、それは。どんまいだな。にゃーん。この選手は前半まずまずのプレーを見せていたでしょうか。僕本当なんか全然いい動きはできてないんだな、止まったことに。おとなしすぎですよ。まずくない、それまずくない、いやそういうパス多い。ディフェンサーからのパスでさ、変な取られ方するの覚えた気がする。気のせいかもしれない、なんか今印象に残ってるだけかも。いやー、ナイス。またパスが通ります。ここのラインが遠藤からパトリック、ボク、ウサミ、アベから、そこ僕に返すのきつい。さすがに、ちょっと待って。なんでそれを返す？いつもだけど、これは。これは前からね。前からいつも思ってる。ちょっとスタミナきつい。状況もきついけど、スタミナもきつい。危ない。危な。オッケーオッケーオッケー。危ないよ。さあ、宇佐美から変わって高木。僕は高木に渡して。自在にパスを通していますね。出口が、エンドを、僕、アレからパトリック、アレ、いけ、いやー、マジで、今の絶対入ってよかったじゃん。エンド安人、何を狙うのか。このボールは決定的。ちょっと待って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 、ごめん、もうかー、今また左でしか蹴れない方にボールを蹴っちゃったんだよ。なんでこの選手逆足1なの。逆足せめて3あれば、あれでもシュート蹴るんだけどな。いや待って待って、それ取るの、ずるくない、ずるい、ずるいとはなんかわかんないけど、ナイスナイス高木、よく止めたけど相手のボールだね。よーっと、そして、いいね、入り口。ナイス？危ない。よし。アデミウソン。ナイス？さあ、いいよ。ガンバ大阪の攻撃です。いや、それは無茶してる。前方に運びました。オッケー？ダメかな？これ。どうだ？ハレ！からの、ハトリ！ないかー。まあ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 、これは出るからうちのボールでしょう。オッケー、オッケー。さあ。え？ダメですね。ピンチをしのぎます。井出口洋介。どうだ？どうだ？高木から。味方の位置を確認する。遠藤
人。難しい。いいよ。あるよ、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 あるよ。あー、いや、ないか。いや、ナイス。よく取った。止めて、パトリックから、僕から。あ、もう一度。あー、パトリックに渡したか。過ぎていかないで。通り過ぎていかないで。よし。うん。ある、あるよ。まだあるよ。いやー、それは無理だ。それはさすがに無理だ。うん。いや、うん、こんちゃん、僕。いや、これ、可能性あるな。どうだ。いやー、マジか、可能性あったでしょ、今の。ただ、そろそろゴールが見えた。ごめん。え、僕下げられた？マジか、マスタミナ切れかな。あと4分。お願いします。感染します。入れてくれ、誰でもいい。あと4分で世界を壊してくれ。いやー。いやー、この0対0の状況を打破して、いやーなんとか勝ってください、お願いします。さあ高木から、高木がずっと持つ時間がないんだ、分かってるか高木。さあそして矢島、ずっと渡す、飯の入口、遠藤、そして入り口どうする？入り口がおしゃれなパスで矢島から、メシの、そして、遠藤、蹴れるぞ、いけ、ナイスナイス、決めた、僕いらな、いやー、ナイス、ナイス、僕、いらなかったな。いやー、これは綺麗。ナイスすぎない？これ。パトリックが決めた。危なーけど、ナイス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 。やったー、勝った。え、衝撃のラストって感じだね、これ。いや、ナイスすぎるでしょ、これ。これもうあと、もう時間ないんじゃない？相手、さすがに。よし、終わった。やった、僕ちょっとフル出場できなくて残念だけど、まあまあチームとしては優勝の可能性を繋いだよ。いや、ナイスすぎる。え、やば、今の。え、びっくりだね。ちょっと待って。残りも時間少ないけど頑張ってっていうのはもういけるとはそこまで思ってないセリフだったんだけど、まさかのいけちゃったね。うん。いや、ナイスすぎる、本当に。いや、完璧か？うん。さあ、どうなった？30節終わった時点での順位は。さあ、変わらず、僕は5位だけど、川崎に勝ち点で並びましたね。並びましたね。よし。いや、浦和強い。浦和がもう落ちてこない。勝ち点差が今、浦和と7あるから、あと4試合しかないのね。浦和が2勝した時点で、僕の優勝はないんだよね。浦和強いな。いやー、厳しそう。可能性はでも残ってる、まだ。いやー、頑張っていきましょう。いや、最後のやつ、マジで。いや、マジで優勝諦めるなっていう一発をもらったね。いやー、頑張ります。優勝諦めずに最後まで走りましょう。うん。では。お疲れ様でした。またねー。バイバーイ。